金梅さん、アリに刺された。マジかよ。バエさん、マジかよ。今は東大島駅。マジか。あちゃあちゃ。ヒヤリ？ヒヤリがよくわかんないけど。東大島駅、東大島駅、拾ってーざ、拾って。毒アリなんだ。へえ。いや大丈夫かな今日、久々だかんな。大丈夫かな。待ってるわ。捨て頃以来だね。東大島駅のセブンイレブンにいる。待ってるわ。何分ぐらいで来る？お、匿名希望謎の X だ。いらっしゃい。はいよ。眩しい季節が銀色の街を染めて。いや俺遅刻するやつは最低だと思ってるから。社会人に出て遅刻するやつは最低だと思ってる。最低でーす。最低ですか。最低でーす。捕獲誰よ。だって最低なんだもん。しょうがないぞ。あ、ミパリンいらっしゃい。最低ですよ。え、荒野沖縄から向かうの？こんにちは、ヒトラーいらっしゃい。いや今日天気いいね。スポーツ日和だね。東京めっちゃ天気いいよ。金髪のイケメンいた？おい、赤髪のイケメンもいるだろここに。お前、おい、この野郎、赤と黒のイケメンもいるだろ。あ、お前らあれだよ、枠始まったら和道かっこいいみたいな空気出せよ。全力で空気感大事だから全員でやろう。新やっちゃうの枠で頼むよ。みんな内藤流星くんに負けないぐらい和道超かっこよくねみたいな空気出してこいよ。ちょっとやろうよそれ。え、この人が和道めっちゃかっこいいじゃんみたいなさ、全員でやるんだよ、この100人で。そう、いやもう超かっこいい。いやもっと静かな感じ、キャーとかやわずらしいから。え、この人が和道さんめっちゃかっこいいみたいな、あ、行けばよかったとかさ、リアルなやつを書いてリアルなやつ、そういう空気感出してこう。空気感、あ、任せたぞ。
てか海宝いつ来んの。海宝、海宝どこ。こんにちは。和道かっこいい弾幕しか許さないからね。たばくは絶対もう和道くん素敵っていう黄色いコメントにして。黄色いコメント。ハミルトンこんにちは。ドリンク買っとくか。和道つーシューマイさんいらっしゃい。ああいいね。そう、和道さん素敵。みんな練習して、みんな練習して。和道かっこいい弾幕、はいどうぞ。何飲もうかな。水でいいか。でっかい水が売り切れ。今日もいいね。今日もってのがいい、ね、あれ水がない。なんだろう、ペットボトルのでかい水売り切れなんだけど、なんだろう。まあ、いいや、後で開放に買ってもらおう。ああいつも潜ってんの。ありがとうコメント、ありがとうパフェ。フットサルって書いて和道って読むぐらいだからね。任せて。ああ鼻が。コーヒーでも飲んで落ち着いて待ってるか。ここでスポーツドリンクとかクソダセーかんね。コーヒー飲もう。コーヒー、あ、髪の毛ね、すいたら少なくなっちゃったんだよね。いっす、お願いします。はい、あとマルボロのメンソールライトください。あ、マルボロじゃねえや、アメスピのメンソールライト、緑の濃いやつで。はい、3円合計で600歳になります。はい、あ、袋いいっすよ。はい、はい、レシートもいらないです。はい、はい、単発の方がいい。ごそ、あ、どうも。はい、みんないらっしゃい。マルコメさんいらっしゃい。コーヒー飲んでタバコ吸おう。あ、いいね、最高とかいいね。テルと同じチームになったらいいんだけどね。頑張るよ。みんな待ってる？ OK。 KP、うまい。いや、今ね、車で送ってくれるってリスナーさんが言ってくれて待ってる感じ。そうだね、水が売ってなかったんだよね。タオカね、アメスピのメンソールライト。金梅さん、金梅さん多分平井の方じゃないかな。俺ね、東大島っていう都営新宿線の方の駅、俺ブラックが好きだね。はい、こんにちは。もしよかったらフォローしてね、よろしく。
サッカー上手いか下手かで言ったらルールがわからないぐらい上手いね。ルールを何一つ理解してない。平井から二駅先どこだろう。え、金梅さん拾いに行こうか。じゃあ俺車でリスナーさんあれしてるから、ネイル行ってら、舞ちゃん、ハートありがとうね。アイテムありがとう。 Thank you。 ルールマジで分かんないからやりながら覚える。フォローありがとう。フォローありがとう。じゃ来ねえな、解放。嘘、金梅さん拾おうか俺。うん、じゃ金梅さん拾いに行こうか。寝たかもしんない。ほっとくか。うん、ほっとこう。暑い。沖縄に比べたら全然だよ。和道カラーはあのいいよ、赤黒ね。で斜めに入れるツートン、斜めに。あ、ポンスケさん着いた。 OK、 もう俺もすぐだから。なんかリスナーさんが車で迎えに来るっつったんだけど来ないんだよね。解放どこ。東大島の駅前のセブンね。マジかよ、金梅さんがアリに刺されたって。マジかよ。そうだね、3、3、3、7ぐらいだね。3、7ぐらい。東大島だよ俺今。東大島駅前、そこが駅だから。東大島、沖縄じゃないよ、東大島。ハートありがとう。ハートありがとう。着いたって言ってさ、全然見当たらないよ。いや、このブルーのピアスいいね。琉球のチュラ玉グラス良くない？ブルーのピアス。本当赤が欲しかったんだけどブルーしかなかった。レアだよ。赤に変えるから、赤か黒に。みつこさんどうしたの？なんで謝ってんの？みつこさん可愛いでしょ。っていうかもうちょい待ってて、あの郵送何一つしてねえわ。お土産郵送何一つしてない。忙しくて申し訳ない。あーいいよ、多分できると思うよ。ツートンカラーだからそんな難しくない。ただ髪痛むよ、やめた方がいいよ。髪大事な人は、女の子はやめた方がいい。だったらウィッグつけだよ。ミクじゃん、エクステつければいいじゃん。髪痛むよ、頭皮ボロボロだもん今。シャワーで痛い。俺は女の人は黒髪のショートが好きだね。ちょっと古い言い方だけどシャギーが好きだねあの昭和の人しか分かんないと思うけど、髪型何が好きっていうと、いまだに俺シャギーっていうかなんでシャギーの女の子いなかったの。昔シャギーめちゃめちゃ流行ったよね。シャギー知らない？シャギー知ってる人はおばさん、うん、みんなシャギーだったの。いまだに俺シャギーが好きなの懐かしいだろ。いや分かんない人は若い人だよ。昔女子高生とかみんなシャギーだったの。シャギーで検索してごらん、わかるでしょ。みんなシャギーだったよね、うん、そう懐かしいぞ。いやおばさんでしょ
だって俺の時代はみんなシャギーだから。シャギー流行ったよね。あの髪可愛いよね、シャギーね。あの鈴木亜美とかがシャギーだったよね。懐かしいよね。シャギー分かった人はフォローしてください。シャギーって言葉が分かった人は和道リスナー多分向いてると思います。俺32歳、してたよね。みんなあの髪型だったの。俺32歳です。フォローありがとう。フォローしてあった。さすがだ。まだ来ないね。可愛かったよね。歌めちゃめちゃ下手なのに歌姫名乗ってたからね。ビートギャザー、ビートギャザーっつって。お疲れい。ビートギャザー、ビートギャザー。みんなアヒル口のシャギーだったから。こうや来ないんだ。アムロ世代が。あ、ごめんごめん、フリーズじゃない、解放から電話が来た。解放から電話が来た。わからないとか言って、歩いて行った方が早かったじゃねえかよ。ただいま。迷子らしい。歩いた方が早かったの。役立たずにも程あるだろう、どんだけ役立たずなんだよ。見えてる？分からんのかいで、ね、なぜ迎えに来るっつったんだよな。なぜ迎えに来ようとしたんだよ。あれ、ミュールじゃん。来たの結局。ちょっとタバコ吸ったら行くから待ってて。来たわ。はい、ワドツー。あれ、ミュールも来たんだ。会いたかったって、見学しに来るって言ってて。和道リスナー結構来たわ。ミュールとタバコ吸ったら行くわ。ミュールと解放とレクチャーがいいのかな。今日暑い。いや、風がすごい冷たいから全然暑くない。沖縄の方が100暑い。沖縄の方暑いよ。ジッポよりもね、俺はカルティエのライターが好きだね。カルティエはいいよと。いや、解放がどうしても来たいっつって、放送はダメだよっつったよ。ただ客として来るんなら全然いいからって、応援するためだったらって。俺のポケモン。あ、いいよ、大阪行くからその時リアツ必ずしてよ。香川さんの店一日店長やる時必ず来てよ。サクッとら税金取られる、当たり前じゃん。午前授業の人も取られる取られる。また沖縄行くよ、マビア。ありがとうね、いっぱい。大阪来てね、みんな。大阪リスナーさん、多分月末になると思う。うん、一緒に飲もうね、酒。じゃあファンタジスタ和道が行くわ。ファンタジスタ、プチョヘンズアップ、プチョヘンザ。
飲もう飲もう。いたいた。そうそう、年間の確定申告で、あれする。お疲れちゃーん。お疲れ。お疲れ。大人数で来たね。まあ今スーパースターいっぱいいるからね。よいしょ、お邪魔します。レクシー、昨日ライブお疲れ。ありがとうございました。うん、盛り上がったね。これがあのかっこいいメタルの音楽作ってくれてるレクシーくんね。通称加藤春彦ね。相乗りね。じゃあ目的地に行こう。うん、レクシーね、昨日ムービー見たでしょ、ツイッター。昨日頑張ってたよ。ありがとうございます。頑張りました。舞台慣れしてないな、まだな。そうっすね、後ろ向きすぎよ、前向かないと写真撮れないよ。そうっすよね。そうそう、俺が、あれだよ、ちょっと鍛えるわ、ステージを。ステージパフォーマンスを。スタジオ配信でちょっと、うん、鍛えてください。鍛えるわ。昨日のメンツは、このメンバーに匠さんがいた。匠さんがいた。解放。リスナーさんいっぱいいるからちょっと挨拶しな。あ、どうもこんにちは、大宝です、よろしくお願いします。声の調子は今日は。声はね、うん、出てるよ結構。嘘、もっと声出た方がいいから発声練習しよう。じゃあ和道の和ね。うん、わどうかな、何分。じゃあね、みんなフットサル頑張ろう。ちょっと待ってよ。人に発声練習させて。ふわっちの配信者でひらがなで解放だから。すごい頑張ったから今1分いったから、うん、長いよ。あ、ごめん、長いよ、はい、ごめんなさい。今日解放ファッションチェックしようか。じゃあ暑くないのそれ、なんでマフラー巻いてんの。いや、マフラーじゃないよこれ、ストール。汗吸い取ってくれるからかえってちょうどいい。あ、いいんだそれ、うん、え、腕に何巻いてんの今。え、何それ、かわいいじゃんそれ。これは、うん、アメスピのアメリカンスピリット、タバコのアメリカンスピリット、うんうん、アメリカンスピリットのドリンクホルダーと、うん、え、ちょっと待って、え、それタバコ買うとタダでもらえるドリンクホルダー腕に巻いてんの。巻いてるよ。なんで腕に巻いてんの。かわいいから。かわいいね、ほんとほんとかわいいな、解放は。かわいいだろ、解放。俺のポケモン。ポケモン、俺の女ポケモン。ドリンクホルダーを腕に巻く女ね。これでもね、初見さんいらっしゃい、楽しんでて、もしよかったらフォローしてね。もう近いでしょ。あの、この上、この上、うん、ついてきて、うん、でだからこれでも緩かったからこれでもきつくしたの。駐車場あるでしょ。いや、ない、さすが。いや、あるでしょ、ね、スローパーあるんだから。違うの、ひげ目わかんないけど、どっかしら駐車場あると思うよ、こんだけでかい施設なら。テルチャンピンさんとかのずっと車でしょ。あの、多分この建物の屋上に、うんうん、おさっきあのフットサル場みたいなのが、駐車場探そうよ。いや、駐車場ここにはないんで、さっき降りちゃって。もういや、あるでしょ、だってこういうさ、フットサルで絶対ないことないから。結構見終わったんですけど。嘘、なさそうだったんですよ、ね、いや、あるでしょ。ありました、うん、絶対あるよ。松屋の近くに駐車場があるって。松屋だって。松屋をじゃあ調べましょう。うんうん、ダメなの、そこは徐行って書いてある。ここ入っちゃっていいのかな、うん、一般車通り抜き禁止。あたしね、二人にミーシャに似てるって言われたよ、髪の毛がって言われたら。え、ちょっと顔近くに来て。近くに。あ、待って、メガネかけて。いや、早くして。うん、いいから。ちょっと顔寄って。うん、あ、ミーシャだね。ミーシャ。どっからどう見てもミーシャだわ。もっと寄って。もっと、もっとグーって寄って。あ、ミーシャだわ。ミーシャ。
うん、ミーシャだわ、うん、松屋がちょっといっぱいありすぎて、うん、分かんない。いいよ、ぐるぐる探そう、駐車場。大丈夫ですか、もう向かわなくて大丈夫ですか。いい、いい、いい。まあ多分ここの松屋だと思うの、うん、なっぽいね。行ってみようか、ここ行ってみよう、行ってみよう。ちょっと行きます、うん、まあ、ミーシャもブスだけどね、なかなかね。いいよ別に、うん、ミーシャも結構なブスだけど、ね、だってどんこにし言われたんだよ、だってどんこにし、ちょっと寄って、寄ってこっちに。どんこにしそっくりじゃん。どんこにしそっくり。俺ハットかぶって髪の毛1個に言われたらどんこにし。どんこにしでしょ、うん、どんこにし。あとね、細木和子言われたでしょ。あとはミシュラン言われたでしょ。ミシュランってタイヤのあのやつ、そう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 、あの白いなんか生き物。笑いすぎ、ミュール。全部化け物だな。あと、なんかジブリ映画に出てきそうって言われた。ああ、わかるかもしれない。宮崎駿が好きそうな、ジブリ映画に出てきそうって。宮崎駿がなんか出しそうなキャラクターだよ。ほんと俺のポケモン可愛いだろう。ポケモンマスターになるんだ俺。ポケモンゲットだぜ、うん、イエイ。シュウマイさん着いた。安全運転だな、性格出るな。ナビガン見しながら。安全運転だな、レクチ。すげえ優しいハンドリングなんだけど。初めて来るとこなんで。おお。すげえな。ちょっとナビガン見しながらだとちょっと。うん。そうだよね。遠くなっちゃいますよね。あそこは？あれは？あのあれば、あ、違うか、パーキングじゃないか。どこにあんだ、あれか、松屋が多分あの信号の、あった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 、あだからここ、うん、あ、回んないといけない、反対側だね。どうしようかね。一回左に入ってぐるっと松屋を U ターンして、うん、あ、一回信号越えちゃって、あの左に細道あるんで、うん、あ、そうしようか、うん、お、すずちゃんフットサルだよ。夜勤終わった、お疲れ。眠いね、頑張った。うん、やっちょのリスナーが可愛いだと、この野郎。やっちょのリスナーが可愛いだと。俺のリスナー見てみろ、この野郎。こっち来い、来い、ほう。うちのリスナーの方が可愛いだろ、この野郎。ふざけんなよ。おい、何がやっちょのリスナーだよ、お前。和道リスナーなめんなよ。こんな可愛いのいるか、お前。見ろ、お前。めちゃめちゃ可愛いだろ。やめんなよ。めちゃめちゃ可愛いかな。どんこにしだぞ。ああ、見てみろこの野郎。勝てんのか、この可愛さに。勝てるか。おい、どんこにしだぞ。こんなに可愛いリスナーいんのかよ。ゆきやとうさん、こんばんは。いやいや、ほんまや。やめんなよ、マジで。あそこにピー。ああ、そこにします。どこでもいいよ、もうバンバン行っちゃう。可愛すぎるだろ。ありがとう、ありがとう、みゆり、ありがとう。戦争だよ、もう。どっちのリスナーが可愛いか対決だったら絶対勝てるから。うん。今日化粧濃いなって。私解放。え、薄い方だよ、うん、てか、うん、薄くなっちゃったってか、今日はつけまつけるのができなかったから、うん、だからメガネかけてきた、うん、アラフォー女芸人とかですか。芸人いた。これ難しいな。でも私ね、高校卒業するとき本当に吉本行こうと思ってたんだよ。なんかまだ大阪にしか吉本がないときに、なんかマリっていうことを前見て、 M&M's っていう名前で、もろチョコレートの名前だけど、それで出よっかって。え、あと誰が来んの。金梅さんで6人。ちょっと待って、33でやるもんなの、フットサルって。少なくね。お待たせしました。少なくねえか。ありがとう、お疲れ様です。このサングラスちょっとかけてみていい。お疲れ。サングラスがあったからかけてみようか。の似合うサングラス、うん、これ似合うね。これ似合わねえな、うん、なんかウルトラマンセブンみたいな。アウトレイジ出てきそうっすね。よし、よし。
5人しかいないの？どうやってやんの？どうやってフットサルやんのそれ。俺の荷物は？あったあった、ありがとう。重いでしょ。これ背負って旅してんだぜ。これ軽い方、今日飛行機で測ったら13キロあった。やばいでしょ。よし、行こう。カメラ映りたくない人、俺のカメラの前歩いてね。うん、フットサルってゴーゴーが普通なんだ。ほら、定型パーキングがあるって言ってる、書いてあるよ。絶対あるよ。参加っていうか、リスナーさんは見学だけ。リスナーさんは見学のみ。解放は出れないって昨日言ったじゃん俺。解放出ろって言ってたってリスナーさんだよ。リスナーがでしょそれ。リスナーさんか。ちゃんとルール読めや。何回言ったら分かんだよ。はい、すいませんでした。金梅さんアリーンマジかよ。金梅さんアリーン刺されたってマジかよ。ヒアリーン刺されたらしいよ。配信ついてアリーンに刺されたうえっつって切ったらしいよ。いや、それやっちょが解放 OK って言ったらもちろん出ていいけど。知らねえよ。レクチはレクチは配信者じゃねえから。素人感が出ちゃう。そうそうそう。カメラ回ってる時のね。ていうかユニフォームとかは何？あ、自分で用意する系だったの？なんかみんなかっこいいユニフォーム着てなかった？ジャージとか。なんであんなみんなちゃんとしてんの？俺ユニフォームとか持ってないんだけど。なんか本格的だったよね。本格的だったよね、なんかみんな。自前なの？なんだよ、みんなリスナーに買ってもらったんかよ。みんな歩くの遅いんだよね。ドリンク買おう。何？水買おう、水。ガチだったよね。水買おう。黒似合う？赤と黒と白しか身につけないスタイルだな。自前なんだ。氷の方がいい。いや、水で。すいません。袋いらないです。はい。173円ですね。はい。200円で。あ、178。あ、大丈夫です。はい、よいしょ。よいしょ、どうも。屋上集まってる。金梅さんと俺が来てない感じか。じゃあかなくていいの？っていうか5人5人集まんないダメでしょ、フットサルは。うん、私5人5人集まんないとダメじゃね。人数少なすぎるでしょ。なんでこんな感じなの？俺打ち合わせの時にさ言われたんだけど、人数多すぎたらダメだよっつって。人数多すぎたらダメだから減らそうっていうミーティング聞いたんだけど、多すぎたらダメどころか足りねえじゃん。ひらいひらい玉蹴りなあ。この企画面白そうなのにね。なんでこんな人集まんないんだろう。本当はどんどん交代してくんだ。
風強いな。海沿いなのかな、ここ。なんか平井いいね。高級住宅街この辺。なんかすごい景観いいんだけど平井。なんかよくね。なんか住みやすそう。高級住宅街って感じでもないか。集合住宅がね、なんかかっこいいんだよね。ねえ、なんか20人ぐらい集ま、20人はさすがに集まりすぎかもしれないけど、16人ぐらいいてもいいような気するよね。ドルさんとか呼べばよかったのにね。こんな感じなんだ、平井って。あ、海沿いなんだ。すげえいい風が。爽やか。俺昨日だってやっちょから連絡来たよ。昨日連絡来たよ。ワードフットサルやるっつって、やるやるっつって。そんな感じだった。もっと人呼びゃよかったのにね。アメリカ人とか。中に入ったら配信切るよ。もうだからあと5分ぐらいで切るから。アイテムください。今日放送全然できないんでアイテムください。花火、花火。行きたかったねえ。昨日切るよ俺。枠、自枠はない。自枠はない。これあれでもテルの企画じゃないの。これちょっとさ、やっちょの企画か。試合放送は新やっちょがやるってよ。わかんないけど誰かやるっしょ。誰かやると思うよ。最悪ワド散歩平井編向こう、うん、テルが誰か放送やってないの今。誰か放送やってる。誰か情報ちょうだい。多分ねテルか新やっちょが放送やると思うよ。やっちょやってるよね、うん、やっちょだろうね多分ね。まあ誰かしら放送はやると思うよ。花火爆弾はじゃあ俺の方に投げてくんないと意味ないから。やっちょ放送やってんだ。 OKオッケー。いや今日はねそんな暑くない。日差しは強いけど風が強くて気持ちいいよ。放送はあの禁止なの。あの企画の時はいろいろあんのよ。そう、閲覧がばらけちゃうから企画の時は誰か一つのところでまとめるみたいなルールがあんのよ。あるよあるよ、もちろん。企画が終わったら放送はやるから。いやレクチが車出したの。そうっす。 なんで解放がノリで、ちょっと解放の放送で、うん、今日フットサル行くのみたいな感じで、うん、そしたら車出せって言われたの。そんな感じですね。パシリなんで。パシリか。オッケーオッケー。後で放送やるから。俺フットサルのルールどころか全然わかんないから、あのやりながら覚えるから。マジで運動神経ないから見てて笑うよ多分。マジで運動神経ないから。解放どこ行った？おっせえな。ミューの量、足を結構、うん、やっちゃってる。そう、足痛めてる。ここ左で。ここ左？うまくできないよ、俺。オフサイドはなんとなくわかる。最後の後ろにいる人が、攻めてる人が前にいてボールを蹴ったらダメ。でもさ2人2人でさフットサルやるのにさオフサイドもクソもなくねえか、うん、キーパーダメだね。キーパーが一番反射神経良くないダメだから。うん、手は使わない、蹴る、オフサイドはないんだ。じゃあとにかく蹴って、手を使わないで蹴ってカゴに入れればいいんだろ。余裕余裕。あ、フットサルってオフサイドないんだ。あ、あそこっぽいね。オッケー、オッ
こっちこれ、そうですね、一応これこれかな。お、え、でも網とあれあれでしょ、網がないとさ、だってボール出ちゃうでしょ、あの屋上のとこに。ああ、多分あれそうですよ、ね、網ある、網っぽいの多分かかってますね、かかってる、はい、こんなんさ、バーンって吹っ飛んでったらさボール拾いに行くの大変だよね。え、これか、どれだ、どっから入んのこれ。あ、弾まないボールなんだ。サッカーボール違うんだね。やったことねえかんな。サッカーはまあ2、3回あるけど、小学生とか。どっから入んだろう。多分、うん、このフットボールフィールドってとこなんで、うん、向こう、あ、いいや。自動販売機の上に入り口が書いてある。あ、向こう。200円なんだ。リア凸全然 OK みたいだから、無料で見学できるみたいだから、来たい人は来てください。詳しくはあの新八のツイッターに住所とか書いてあります。違くね、このビル入り口分かりにくいね。自販機の上に入り口が書いてあるって。人前小さいよね。オッケーオッケー。このビルか、これ。あれっぽいね、うん、暑い。入り口分かりづらいね、これ。暑い。なんで PK 対決なんだ。あ、あれか、選手誰を取るかか。オッケー、これだこれだこれだ、あったあった、多分これだ。ネット張ってあるから多分これっしょ。エレベーターどこだ。あ、反対側じゃね、反対側っぽくね。ぐるっと回らないと。すごいね、2000人か。そこの間、そっから上がっちゃえって、うん、分かりづら。グダグダになってる。2000人が見ててグダグダっていうのが生放送らしくていいよね。うん、いやだってわけわかんないもんね。入り口がわかんないってどういうことだよって。いや一周するよ、わかんないもんこれ。フットサル、あったあった、エレベーターで上までお越しください。だってエレベーターこれだよね。じゃあみんなお疲れ、新八丁の枠でお疲れ様です。フォローありがとうね。フォローとアイテムありがとう。もしよかったらフォローしてください。お疲れ様です。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。